はい、どうもこんにちは。源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、キャラクターお菓子紹介38ということでやっていきたいと思います。今日紹介するお菓子はこちら。じゃじゃーん。はい、推しの子のキャンディーでございます。こちらの商品、とっても面白い。と言ってもね、まず、そう、ルビー味。うん、それとアクア味。それとね、舐められる重曹味っていうのがあるんですよ。ね、こちら舐められるジュース味ってどんな味なのかね、食べていきたいと思います。ということで、行ってみよう。はい、今日はですね、今までね、北海道の味っていうね、シリーズやってました。5回続きましたけどね。ちょっとね、コストが、高いもんで、5回でちょっと打ち切らせていただきます。でね、今後ね、三好野の餃子カレーとかね、あとはね、どんぐりさんのね、パンダとかね、いろいろ北海道に美味しい、これと北海道みたいないろいろ商品があるのでね、そういうのは今後ですね、やっていきたいと思います。はい、でね、今日はね、こちらの商品なんですけど、早速ね、食べていきたいと思います。で、後ろにね、推し色ガチャって入ってますね。どの色が一番多く入ってるかな、あなたの推し色を引き当てようということで、あ、じゃあ全部出して数えてみようか。あ、シールも入ってます。すごい。シールが入ってます。でね、こんな感じでシールがあるんですけど、はい。シールゲット。じゃあシール、これね、なんかね、この下にもう一枚シールがあるよということで、まずこのシールね。うん。で、これを開けていくんだって。めくるとシールが出てくるみたいです。慎重にやりたいな。こういうの僕コレクションしてるんですよ、いろいろね。いろんなシールを。子供の頃から変わりませんね。あ、かっこいい。かっこいいの出てきたよ。おお、いい玉じゃんとか言ってね、かっこいい男の子出てきました。いいですね。ごめんなさい、キャラクターの名前わかんなくて。あ、でもこれ、主人公と並ぶ存在の有名な人なのかな。はーい。ということで、出てきました。はい、じゃあね、早速食べていきたいと思います。まずさ、ちょっと、これ最後にしよう。舐められる重曹味ね。まず、ルビー味から食べていこうかな。ルビー味。すごいんですよ、これ、推しの子一つ一つね。こんな感じで、キャラクターのね、絵が描いてあって、かっこいいですね。かわいらしい。はい、じゃあ開けていきたいと思います。ルビー味。天真爛漫いちご味ということで、いただきます。あ、甘い、甘いいちごです。とっても美味しい。いちごミルクからミルクを抜いたようないちごの味って感じとっても美味しいですね。うん、甘くて美味しい。あなたはどちらを推しますか。推し色キャンディーということでね。いいですね。皆さんも推しいますかね。私、ね、結局タイトルみたいな話になっちゃうんですけど。推しがいて結構幸せですよ。ただね、あんまり熱中しすぎるのもね、良くないかなと思ってるんでね。あんなタイトル見て以外にもちょっと、なんか北海道にいろんなね、アイドルさんね、最近出てきててね、ほんのすごいね、なんか、アイドルが盛り上がってるんですよ、北海道ね。今日はね、モーウェイさんっていうのと、ビビットさんが合同でね、生誕ライブをやっているのを見ましてね、拝見しまして、なんか、とどめ姫さんっていう人がね、お誕生日だったみたいでね、その、生誕祭行ってきました。すごかったです。すごいよかった。やっぱ感動するね。なんか、苦労人の話聞くと、本当に感動します。いや、なんかね、多分ね、僕には想像以上のね、なんか苦労があって、僕は恵まれてる方だから何にもね、そのね、共感なんてできないんですけどね、できる立場じゃないんですけど、いや、本当に、恵まれてるからこそ僕はそれ以上に頑張らなきゃいけないなって、普通の人以上に頑張らなきゃいけないなとは思いますし、なんかね、やっぱりね、エピソードがすごい、苦労人のアイドルって感じでしたね。ただ本当にアイドルとしてもね、素晴らしい。もう本当に素敵な、アイドルな感じ。良かったです。
重曹味ちょっと後で食べたいんだけど、うん、こちらアクア味食べてきますよ。アクア味食べていきたいと思います。ということで行ってみよう。はい、じゃあアクア味食べていきたいと思います。うん、さっきのねいちご飴はちょっと、置いといてね。落としちゃった。洗って後で食べますね。もう一個出す。もう一個。いやー、間抜けです。ごめんなさい。私ダメだな。ボケーっとしてますね。うん。はいはいはい。こんなパッケージで。いただきます。アクア味。あ、とっても美味しい。これソーダだな。うん。クールソーダ味って書いてます。結構、ソーダの味が強くて美味しいね。ラムネみたいな味がしますね。あの、ごくごく飲むような、夏に飲むようなラムネですよ。美味しい。でもラムネってなんで夏にしか飲まないんだろうね。うん。冬に飲んでもいいと思いますけど。あれ、暖かくしたら絶対美味しくないから。うん。いいね。他にもね、パッケージいろいろなんですよね。これ重曹味ですけど。いろんなパッケージがあって。ファンにはたまらない商品になってるんじゃないでしょうか。ね。こんな感じ。私の顔がでかい。もうちょっとこっちに焦点があってほしいんですけど。ねえ、スカート履いて可愛らしいですね。本当にあの、アイドルがね、本当に、ね、男女ともにね、あの、何ですか、賑わってるというかね、あの、推しがいますってね、堂々と言える時代になってよかったです。あ、これも同じかな。はい、じゃあね。ということで、重曹味食べてきますよ。あの、アクア味はソーダみたいな感じで、とってもクリアな味、美味しかったです。はい、じゃあ次はね、重曹味食べていきたいと思います。重曹味ってどういうこと？舐められる重曹味ってね、結構強烈ですね。あ、これアクアって人なの？なんかね、後ろにね、名前書いてんだ。これ分かりやすくていいですね。アクア高校1年生。妖刀高校一般科いちごプロダクションということで、後ろにねこういうねやつ書いてて、ありがたいね。でこの人は有馬かなって人。有馬かな、高校2年生、妖刀高校、妖刀で合ってるかな、芸能家、いちごプロダクションということね。面白いね。あ、そうなんだ。かなさんは主人公ではないんだけど、このキャラクターも出てるよということね。ということでした。はい、はい。じゃあね、重曹味食べていくよ。重曹味。いただきます。はい、はい、はい。重曹味ね。舐められる重曹味とは書いてあるけど、後ろにね、説明書きがあって、ライムミントと書いてる。こんな感じで。わ、すごいね。真っ白ですね。こちらが重曹味らしいです。ああ、なるほどね。でもライムミントって言われたらライムミントですけど、あの、なんかね、酸っぱいね。普通に酸っぱくて美味しい。重曹ってどっから出てきたんだろう。なんか重曹っていうのがあるのかな。よくわかんないですけど、ね。重曹って書いてある。結構インパクト強いですよね。なんかこの商品買うときにさ、重曹味とか思ってね。それがこの商品買う決め手になりました。ね、パッケージも可愛らしくてとってもいいし、シールまでついちゃってるね。しかもサイン入りですね。かっこいい。ということでね、今日はね、3つの飴紹介していきました。推しの子キャンディー。ぜひ食べてみてください。重曹味もね、本当に不思議な味。ちょっと酸っぱくて美味しいですね。はい、ということで今日はこれぐらいになります。チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。